ISW の方の情報ね、ロシア情勢の方にこの話移るんですけど、ロシア国内の粛清ね、プリゴジンに続きですね、なんとイゴガーことですね、イゴール・ガーギンがついに粛清されたということで、捕まりました、ガーギン。過激主義ということで、その容疑で捕まりまして、9月18日まで拘束されることになったということです。なんか自宅で捕まっちゃったらしいですね。ガーギンはですね、もともとこいつ戦犯なんですよ。ハーグのね、戦争犯罪の裁判所ね、国際刑事裁判所で判決が出ててですね、これでまあ逃亡の可能性は高くないと主張しようとしたらしいんですよ。俺はもう ICC で有罪受けてるから、ロシアから逃げねえつって、だから逮捕すんなって言ったらしいんですけど、裁判所はですね、ガーギンの悪名と法執行機関とのつながりを即時収監の理由として挙げたそうです。どうもですね、ガーギンはもともと FSB とつながっていたんじゃねえかということで、ISW はね、このように書いてます。ガーギンの弁護士であるモロホフは、ロシアの法執行機関がガーギンを訴追しているのは、第105空挺連隊と第107空挺連隊の軍人への支払い不足を論じたとされる5月25日のテレグラム投稿のためだということです。しかしまあ裁判所の文書によるとですね、ロシア当局は4月18日にガーギンに対する裁判を開始と、ガーギンがロシアのプーチン大統領に対するまあいくつかの厳しい批判をした日の、まあ要はその内容を問題にしているということです。ガーギンの逮捕はワグネルに関する仲間のですね、イカれる愛国者クラブのメンバーとの対立の後起こったことと主張していると。他の情報筋はガーギンに関するワグネルの苦情が逮捕のきっかけになったのではないかとか、いろんな憶測が流れているということですが、いずれにしてもですね、このガーギンね、もともとなんか FSB の中に協力者がいて、その FSB の連中がですね、いろんな不満というかガス抜きのためにですね、ガーギン利用してね、いろいろリークしてね、情報工作みたいなことをやっていたのではないかというふうに ISW 言ってるんですよね。ロシアの安全保障サービスに所属するロシアの情報源がリークした文書には、ロシア大統領府がガーギンを含む非常識な人々に対して抑圧的な措置を取るよう命じたとされるということが書いてあるそうです。クレムリンのある派閥がですね、ロシアの情報空間を支配するための闘争を始めていて、一人がプリゴジンだったし、もう一人が実はまあガーギンと、まあガーギンも大人気ですからね、プリゴジンと同じぐらい。で、その FSB の一部の派閥とガーギンが繋がっていてですね、それでまあこういう悪さをしていたのではないかということです。で、ISW はですね、一貫してガーギンはおそらく FSB の中にいる未知の白引きの後ろ盾があり、彼らはガーギンをロシアのネット上の超国家主義者コミュニティに厳選された情報を暴露するパイプ役として利用することで、自らの利益を促進していたと評価していると。ロシア当局はですね、まあこのガーギンの他にもですね、元 FSB 将校のミハイル・ポリヤコフ大佐を逮捕と。ポリヤコフもですね、やはり異なる派閥間のいろんな闘争ね、まあここに関与していたのではないかと。さらにですね、4月18日、ガーギンの刑事告発がされたのと同じ日にですね、ガーギンの関係者である元 GRU、ロシア情報総局ね、これ軍の方の情報部ですけれども、こちらのですね、ウラジミール・クバチェコフ大佐をですね、刑事事件ね、ロシア軍の信用失墜容疑というので、刑事事件として、立件したそうです。ということで、まあ、仲間もですね、まあ、バンバン挙げられてると。まあ、プリゴジンの乱以降ね、やっぱりその軍内の粛清が続いているということなんですが、どうも粛清はですね、まあ、情報機関にまで及んでいるということですかね。まあ、献身国家あるあるなんですけれども、本当恐ろしい国だなと。戦場ではね、まあ、今ロシアガンガンやられてる中ですね、まあ、相変わらず仲間割れが続いているということでね、まあ、一体いつまでこれ続けるのかと。防衛ラインあと1枚しかないんだよ、大丈夫なのプーチンって感じですけどね。戦争やってる場合じゃないんじゃないですかね。軍引いた方がいいと思いますよ。そしたら戦争終わるんでね。はい、ということで今日の内容面白いなと思った人はぜひね、高評価のボタンとチャンネル登録お願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったらね、Xボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー。